吉本新喜劇の松浦。どうも松浦慎也です。よっしゃー。というわけで早速いきましょうか。吉本新喜劇総選挙30位に入ったので公約やります。吉本新喜劇座員108人全員あるある。よっしゃー。本当はですね、インスタライブで、お酒飲みながらダラダラやろう思ったんですけど、吉本からちゃんとやれという、お達しが来まして、あのスタッフさんの協力でこうやって、YouTube でさせていただくことになりました。じゃあ早速いきましょうかね。まずはね、座長の3人のあるあるからやりたいと思います。じゃあいきましょう。川端康司あるある、よっしゃ。川端康司のおすすめの店は全部家から徒歩圏内。さらっ。はい、そうなんですよ。一回ね、川端さんにここ美味しいでちょっとね、教えられたとこ Google マップで全部印つけていったらですね、そのおすすめの店で円ができたんですよ。でその円の中心見たら川端さんの家やったんですよ。全部徒歩、3分圏内の店って、そうでした。はい、じゃあいきましょう。スチアラル、よっしゃ。吉本新喜劇のスッチーさんはとにかく車に乗せたがる。そりゃ、なんかレクサスの SUV なんかええの買わはったんですよ。んでちょっと車乗って飯でも食いに行こうか言うて、僕と親泊まり乗せてもらってふわー行ったんですけど、ここにしようかって言うた焼肉屋スッチーさんの家から歩いて行けるとこでした。乗せたいだけやったんですよね。えほんま、まええ車乗ってはります。はい、それじゃあ、酒井愛あるある、よっしゃ。はぁ、吉本新喜劇の酒井愛はジョッキで3杯水頼む。そら、水飲みすぎでしょ。いや一回愛ちゃんが飲んでる席に途中から行って、愛ちゃんの前にね空のジョッキ3杯置いてあったんですよ。めっちゃ飲んでるやん大丈夫って言ったけど全然酔ってへんから、なんでなかなと思ったら、愛ちゃんそのジョッキで3杯水頼んであるんですよ。まず3杯駆けつけ3杯水飲んでからお酒飲むみたいです。はい、まあいいんですけどね。はい、こんな感じでやっていこうと思いますよ。大丈夫ですか。また3人ですからね、あと105人いますから、どんどんやっていこう。小籔和豊あるある、よっしゃ。めちゃ嫌い。さら、いや、うなぎ屋どっか近くあるって聞かれて、僕御堂筋と千日前通りの交差点の地下にあるうなぎ屋、そこをおすすめしたんですよ。ほな行こうか言うて歩いてる途中で、千日前通り出たぐらいのとこでめっちゃ遠いやんけってごっつ機嫌悪なって、もう金だけ渡すからお前だけ食いに行けって言われて泣かされかきまして。いや歩くの嫌いすぎるでしょ。いや NGK から御堂筋までですよ、5分ぐらいですよ。それと言われたらほんまねえ。次行きましょうか。はい、桑原和夫あるある、よっしゃ。はぁ、吉本新喜劇の桑原和夫を抱きつく力は20代。そらすごいんですよ。だいたい高橋安子さんですかね、抱きつかれるのは、うん、ってじっとせーって、うん、やめてくださいおばあちゃん、今はただのおっさんやっていうボケあるんですけど、あれほんまに安子さんが振りほどこうとしても取れないらしいんですよ。もう80歳超えてはんのにすごい力です。池のメダカあるある、よいしょ。ね、小さい人って大きい女性なんか好きみたいですね大体。まあコロナなる前ですけど、有名八っていうスネックを置いてはったんですけど、そこのママが180ぐらいでさらにヒール履いてはったんで、もうだほぼ190センチぐらいの女性とメダカ師匠ね、心斎橋の街ね歩いてはりましたわ。はい、こんなんでしたわ。まあよくある例えで言うと、人間に釣られられた宇宙人みたいな感じでしたね。はい、内場勝則あるある、よいしょ。はぁ、
レープとたこ焼きがいっちゃうまいわって言うてはりまして、僕も新喜劇でもお笑いでも何もかも負けてる思いましたけど、舌だけは勝ったと思いましたね。下町のあの味覚してはりますわ。はい、美味しいんですけどね。末なり弓あるあるよちょはぁ、吉本新喜劇の末なり弓の家の玄関めっちゃ狭い。そらめっちゃ狭いですよ。バルコニーも広くて部屋も広くて100平米あるんか言ってバルコニーでこうみんなうわー呼んで、冷蔵庫とかもあってそこにワインとかブワー入ってる、そんなこともできるぐらい大きい部屋なんですけど、なぜか玄関だけ B4 ぐらいしかないですよ。これ B4 よね。いやほんまこれぐらい若手の座員の靴全部出てるんですよ。外に、外の廊下にブワー置いてあって、廊下が玄関みたいになってて、あのスペースでどうやってあのロングブーツ履いてんのかな思って、ほんまに不思議なんです。中条健一あるあるよいしょ。だんだんね真緑なんか黄緑色になって、あれだから今着たんの黄緑じゃなくてすっごい緑やったんですよ。あれがどんどん洗って洗って色あせていって、でね薄なっていって気づいたんですけど、ここにねちょっと刺繍入ってるんですよ。薄になって初めて気づいたんです、ここ刺繍入ってるの。すごいすごい長いこと着てあります。長い西風たち、はいよいしょ。うがいをするときヤギみたいな声を出す。それ僕寝てたんですよ、あの楽屋で寝てて、ほんなら後ろからベーって声するから、ヤギ入ってきたー思ってパッと振り返ったら、ただしさんがうがいしてはったんですよ。あーベーって注意されへんかったかな思って、今まで50歳超えてて今までずっとそれ続けたんですよ。君ちょっとヤギみたいな声してるでとか言われへんかったんかな思って、だからあのまだ本人には言ってないです。はい、育てたいと思います。くすもとみえこあるある、行ってみよう。よいしょ。はぁー、くすもとみえこの家の押し入れからすごいギターが出てきたよ。そら東日本大震災の時に芸人でチャリティーしようって、あのタムケンさんがチャリティーオークションをこうあの主催しはったんですよ。でそれにあの三重子姉さんが家に眠ってるそのギター、もらい物のギターを出そう思って、であの出す前にあの松浦君これな、あのもし気に入ったやつやったら松浦君も使ってくれたらいいし、別にこういらんもんやったらもうオークション出すしつって、とりあえずあげるわって言われてもらったんですよ。でそのギター持ったら手がね、いやほんま吸い付くってこのことやって、えこれもしかしてめちゃくちゃええギターちゃうんって、中見たら手書きのサイン書いてあるんですよ。で大体ハンドメイドで作ったギターって手書きの、そう作った人のサイン書いてあるから、これ絶対ええやつや思って調べたら、クラシックギターやったんですけど、ヘルマンハウザーっていうメーカーの130万するギターやったんですよ。ええー、言って僕楽屋であの人いるとこで、これ130万しますよって言ったら、おい取り上げろっつって、誰やったか知らないですけど、こいつに渡すなって、絶対売り寄るわこいつみたいな感じで取り上げられて、あの楠本芽衣子さんの手元に戻ってしまったんです。言わんかったよかった、言わんかったよかったと、どんだけ俺信頼ないねん、裏へんちゅうねん。ほんまにもったいなかった、言わんかったよかったな。あれ浅川圭さんあるあるよいしょ。つむつむしてるとき顔怖いそら。つむつむしてるときね、顔ね、すっごい怖いんですよ。親の仇を殺した後の遺体を見てるような顔で、でそれがちょっとあの暗いとこでやってはったら、このバックライトでこう上からこうなってて余計怖いんです。兄さん顔怖いですよね、笑顔でやってください。つむつむはね、続きまして青野俊之そりゃはぁ、吉本新喜劇の青野俊之包丁6本持ってくるそりゃ。 YouTube の音羽和則くんがやってた企画で包丁研ぎ師の工房に行くみたいなんで、で青野さんも一緒に行く言って、で青野さん切れにくくなってた包丁1本持ってきてくださいって言われたんですけど、家にある包丁6本全部持ってきたんで、全部研いでもらおう思って
ちょっとせこいですよね。ほんまにタダで研いでもらおう思って、青野さんを、若干傷つけました。はい、丸に、はい、丸にあるある、よいしょ。あー吉本新劇の丸には音速でダジャレを思いつく空。これは川端さん段なんで僕は詳しくは知らないんですけど、ダジャレ思いつくのがとにかく早いらしいです。高尾美雪あるある歌いたいと思います。あーよいしょ、いくぞ。あー高尾美雪はお酒がない時みりんのロックを飲んでいる空。アル中ですわ。一応みりんもねアルコールあるんですけど、まあ確かにアルコールなんですけど、それをねロックで飲んでるらしいですわ。姉さんやめてくださいよ、ほんまね。もうしまいにみりん蒸留させてアルコールだけ抽出させて飲んじゃいますかね、最終的には。3人まとめていきましょう、よっしゃー。ミスターオクレと柳浩二とシャーヤンの宣材写真古すぎる空。古すぎるでしょ一生いつのこれ。わなかのね看板についてるイラストにも近いですけど、この柳市長って見たことないもん。入ってからも見たことない。遅れしたまだ入った時こんな感じやったって。まあこれでも相当古いですけど、シャインさんもまだね髪の毛の色ちょっと変わってるんですけど、柳市長はこれ見たことないもん。何歳の時のこれ。撮り直してほしいと思います。はい、行きましょう。それ続きまして、レイチェルとお疲れと野崎ルイは埼玉サンバガラスと言われてる空。3人ねもう埼玉出身なんですよ。埼玉サンバガラスと言われてます。野崎は分かんないですけど、この2人が鶴橋と阪急淡路近くに住んでるんですよ。なんでそんなとこ住んでんのって話ですよね。 NGK 通うのに鶴橋も、いいんですけど、鶴橋も一山越えて坂越えて来てるわけだ。なんでそんなとこ住むねんという謎の、ちょっと和変ですよね、なんかね、埼玉サンバグラス、ちょっと要チェックでございます。じゃあ行きましょう。吉田ひろさんあるある、よいしょ。はぁ吉田ひろはずっとブリーチしてるのに全然励ません空。ずっとブリーチしてますよ。僕が入ってきてからずっと金髪ですから、16年金髪です。ふっさふさ。僕そんなしたことないのに、普通に過ごしてるのにもうハゲてるじゃないですか。関係ないでしょもう。だからハゲるハゲへんってもう結論出てるでしょ。ブリーチし毎回してんのに全然ハゲてんの。結論出たでしょこれ。ハゲのねえ先生、そうでしょ。育毛の先生いきましょう。佐藤太一郎あるある、よいしょ。佐藤くんに同期なんですけど、阿波沢のあたりで美味しいラーメン屋知らんって言って、あそこあそこ美味しいでっつって教えてくれて行ったんですよ。ほんなら入った途端、お帰りなさいませ殿って店員さんがね言うんですよ。いや、そういう店やったらそれを先言ってくれっつって。いや、味は美味しかったけど、その情報を言うてくれんとびっくりするやんか。ってことは佐藤くんその店普通やと思ってるってことやな。なあ佐藤、どうやねん佐藤、そんな帰ってきて「いらっしゃいませ殿!」って言うたりとか、こんなでっかい胡椒をゴリゴリするやつ持ってきてゴリゴリゴリってする店普通やと思ってんのかお前は。びっくりしたかなほんまに。惜しかったけどね。ありがとう、ありがとう。はい、続きまして、森田信義ソロ。追い越されてた空。悲しいですね。入った時からねちょっと薄い薄いってずっとねいじられたし、僕もいじってたんですよ。お前腹立つなーって、お前ハゲてても絶対いじったらんからなって言われてたんですけど、知らん間に追い越されてしまってハゲてしまっていじってくれないですね、やっぱりね。よっぽど恨み持ってるんでしょうね。いきましょう、前園健太あるある、よいしょ。宇宙人空。メダカ師匠に前園健太と僕と、あと何人かでハリジューの洋食屋のとこ連れてってもらって、こいつハンバーグ
頼みよったんですけど、でごちそうさまってなって帰る時こいつのお皿見たら、あのハンバーグがあってデミグラスソースバーかかってて、で真ん中にハンバーグ置いたじゃないですか。そのハンバーグだけ食べて、ハンバーグ食べた後だけ真っ白残ったんですよ。ソース一切絡めんと、そこだけ綺麗に、ほんまあの宇宙人のミステリーサークルになったんですよ。宇宙人ですよこいつ。食べ方でバレとんですよ。で食べ方変やでって言ったら、帰りしずっとそんな変ですか僕って、他の人にねめっちゃ怒っとったんですよ。お前変やでって、ソース普通絡めてこうやってつけて食うやろ、断面にこうやってふわーって言って帰り切れとったんですよ。だから宇宙人ってバレたくないから切れとったんですよ。ライラーですね。はい、行きましょう。吉本新劇の川筋ライラ、ワニワニパニック吐いている空。ワニワニパニック吐いとんすよ。もうあの NGK ででっかいワニのスリッパ吐いとんすよ。もうやめてくれと、恥ずかしいから。ここからね曲をね変えたいと思いますね。知らんけど知らんけどっていうね、ちょっともう完全に噂レベルになってきます。ここからは知らんけどですよ。だから個人的感想とか、あの聞いた話とかになってきますんで、まあ苦情は本人からは受け付けますけど、あの皆さんからは受け付けません。はい、バラエティやと思ってちゃんとあの解釈してくださいね。本気にとって苦情は言わないでください。じゃあ改めまして後半戦いきたいと思います。今何人いきました？まだ25。すごいな、相手あと80。すごいぞこれ。もうジャケット脱ぐぞこれ、ほんまに。多いね、だいぶ頑張ったけどねこれ。やりますか。でもね、もう公約やから、やらんとこれ詐欺になるやんかこれ。公約やります言うて、あのギリギリ30になったわけやから、そうでしょ、危なかったわけやから。これ密体から入れたっていう人のためにやっぱやるわけですから、はい、もう全然大丈夫ですよ。はい。108人も在籍してて、います、そんな吉本新喜劇、いろんな人がいるよ。知らんけど知らんけど、島田一之助実はセンター分け。センター分けなんですよ。見ちゃったんですよ、楽屋で鏡に向かって口出して、一旦オールバックにしてから真ん中から分けてはったんですよ。ないんですよ、ないのにエアーでセンター分けしたんですよ。でも本人はもうセンター分けやと思ってありますから、はい、その仕草はしてはりました。はい、知らんけど。はい、続きまして辻元しおさん、あるある、よいしょ。すげえよ、どんな歌にもビブラートかける。何でもビブラートかけるんですよ、楽屋の話ですわ。大きな栗の木の下でってかけてました。いや、その歌はかけんでやろう言って、その歌でビブラートはかけんでいいでしょうっていうやつまでかけてありました。すごいです、ビブラートです。はい、新井貴文いきましょう。知らんけど知らんけど、俺たち仲間さガッツだけ、ガッツだけなんですよ僕たち。本当にこいつもすごいガッツですよね、あのネクストとかでね。こいつと津田さんのあの絡みも僕一番好きなんですよ、あれずっと保存してて、野球やってますからって、野球やってたんでって、まあめっちゃ好きなんですよあそこ。僕もね、津田さんにほんまガッツだけすごいなって、ガッツだけって言われますよね。ガッツだけって言われますからね。ね、頑張っていこうね。はい、秋田久美子姉さんあるあるですね。はい、いくぜ。知らんけど知らんけど、秋田久美子を初めて深夜と呼んでくれた。今ね、あの深夜って言ってくれはんのね、久美子姉さんと玉代姉さんと明恵姉さんなんですけど、初めて呼んでくれたのは久美子姉さんなんですよ。深夜っつって、はい、あのなんていうんですかね、穏やかな気持ちになるというか、あの優しさをね感じてこうホッとするみたいな、
中条さんのことは中条、中条って呼んでるらしいですけどね。伊賀健二さん、同い年なんですよ。だいぶ先輩ですけど、年は同じなんで。そんな伊賀健二さんあるある、知らんけど、知らんけど、伊賀健二千秋楽に LINE くれる。あの、普段全然 LINE とかないんですけど、ミュージカルとかの千秋楽になったら、千秋楽おめでとうって言って頑張ってねって、なんか知らんけど千秋楽だけ LINE くれるんですよ。はい、なんでなんでしょうね。全員に送ってんのかな、分からんけど。別の日に見きはったんですけど、千秋楽おめでとうっつって LINE くれはって、で嬉しいですよ本当にね。いかがさきさんですね。知らんけど、知らんけど、いがらしさきめちゃくちゃ喉強い。森田真理子ちゃんが、あの、五十嵐咲さんのあの、ああ、癒されますね、美味しいですねって、あの、咲姉さんのモノマネしてるんですけど、すぐ喉飛びよんですよ、あれで。いや、めっちゃあれ喉くるんですよって、あれやって、あれやってって、俺好きやから、やってやってって言うたら、いや、あれね、喉めっちゃ使うんですよ、すぐ喉飛ぶんでちょっと嫌ですって言って、あんまやってくれないんですよ。でも、本人は毎日やってるわけじゃないですか。めっちゃ喉強いですよ。飛んでないですもん。ねえって言って。ねえって言って。喉めっちゃ強いですよ。伊賀ゆりかさん。知らんけど、Go! 知らんけど、伊賀はゆりか、重めのストレート。重めのストレートですよね。パーマかかりにくいタイプだと思います。はい。うちの姉ちゃんがね、そうやったんで、重めのストレートで、パーマね、かけてもすぐ戻っちゃうっつって。だからやっぱ見たことないでしょ、井川さんのパーマ姿とか。多分ちょっとかかりにくいんやと思うんですね。生瀬ゆきと、知らんけど、知らんけど、生瀬ゆきとムキムキ。ムキムキですよ、ムキムキなんですよ本当に。あのボディービル大会に出て、あの頑張ってますね今ね、子育て中でちょっと休んでありますけども、井上康代ちゃん、はい。知らんけど、知らんけど、井上康代、ハケネタ成功率 100%。 ハケネタ成功率 100% なんですよ。ハケネタの女王って言われてるんですけど、大概受けてます、ハケネタ。めっちゃ受けてて、おもろいな、誰考えたん、大概康代なんですよ。ピンネタ見たことあるんですけど、SM 女王のなんか、ようわからんネタしてましたけど、ハケネタはめっ成功率 100%。 はい、いきましょう。今別府の役さんあるある、はい。知らんけど、知らんけど、今別府の役の唇、あらゆうこと同じ、あらゆうこと同じ唇してます。ちょっとだけ口角下がった感じの、あのセクシーな唇、女装するとき口目にこうつけてはんすよ。入沢ひろき、知らんけど、知らんけど、気合入りすぎてて怖い。出番決まった時にツイッターで文字数140字全部使って「ウォッシャー！」って書きようんですけど、怖いから気持ちは分かるけど「ウォッシャー！」って「よっしゃー頑張ります」ってねじゃん「ウォッシャー！」ってずっと気合入りすぎててすごい怖い。で最近将棋始めたらしいんですけど、この間初めてやって、僕の方が強いんでそりゃ勝ちますやん、勝ったと。クソー言ってましたからね。クソ早いやろお前言うて、もうちょっと強くなってから言ってくれよ、気合入りすぎる、ちょっと怖いんですよね。いいさ、まあ頑張ってますけどもね。はい、じゃあ続きまして伊丹勇樹ね、はい。知らんけど、知らんけど、普段よっぽどちゃんとしたものを食べてない。お昼行ったら嘘みたいに「いただきます」って、うわって言うんですよ。いやお前それいいって言ってさ、そんないちいち言わんでも言って「嘘やろそれ」って「ほんまですよ」言って「絶対嘘や」思ったら、ご飯食べた後 NHK 戻ってから缶コーヒーね買ってあげて、で楽屋行って、でまあそれぞれ席分かれて、あの飲むじゃないですか。でちょっと隠れて見てたんですよ。ほんなら見られてんの分かってんのに、カフェオレ飲んで見てへんのやっとったんですよ。だからほんまにうまい思っとんですよ。だからよっぽど普段大したもん食べてないんちゃうかな。嘘をつきやったらほんまは正直な子やったなと思いました。はい、岩崎達希、知らんけど、知らんけど、岩崎達希とにかく焦る。
楽屋で帰ろう思ったら帽子ちょっと席に忘れてたんで、ごめん岩崎帽子取ってっつって、はい言うてバーッつって、もう帽子くっしゃー持って持って、あー言うて、すいません言うて、焦りすぎやで自分なあ、ほんまちょっと落ち着いていこうなあ。宇川浩司さんね、お世話になってます。知らんけど知らんけど、宇川浩司桐谷美玲と同じ唇、桐谷美玲と同じ唇ですよ。ちょっとだけ口角下がって、逆に口角下がってるから笑った時めっちゃ可愛いって思ってますよ。ギャップで今ウェップさんと宇川さんと荒木優子さんと桐谷美玲さん、この4人はほんま笑ったらめっちゃ可愛いってなって。宇都宮マクさんあるあるね。知らんけど知らんけど、宇都宮マクさん初めてギターネタ褒めてくれた。ギターを使い始めて時の話なんですけど、宇川さんがやってたその梅田花月の芝居もんっていうやつで、こうギターネタなんかやってけへんかみたいな初めて言われて、何やったか分からへんから、あのその時にそやなーって、あのその借金取りのCM ソングとか作ったらどうかなと思って、その次の日稽古あるからもう全然ネタ思いつかへんけど、それ作っていこうって言って、で利子は高いし取り立て怖い、梅田金融ララララ梅田金融よろしくねで、こういう歌を作っていったんですけども、でこれをね、あの稽古の時不安、まあごっつ不安じゃないですか、やったことないし、やったらね、マケンさんもそれめっちゃおもろいやんって笑ってくれはって、ほんで、あ、周りの人もあ、なんかあのマキちゃんが おもろい言ってんやったら、あ、おもろいかなみたいな感じでこうな、和やかな雰囲気になって、で、そのネタを舞台でやることになったんですよ。で、今ね、僕がありますから、ほんま、まあ、ある意味その使ってくれた宇川さんと笑ってくれたマキさんのおかげで今の僕が、あるということですよね。知らんけど大島和久あるあるね。知らんけど知らんけど、大島和久スタッフ全員と友達、スタッフ全員と友達でしょ。もう NGK 歩いていったら全員とおーみたいな感じで、ちょっと軽い会話して、裏方さんとも全員仲いいんですよね。えで、あのスナックとかでもすごい人気らしいですからね。諸見里さんが同じスナックでバイトしてても「大島君みたいなの頑張りや」とかよう言われたらしいですからね。はい、太田由伸さん。知らんけど知らんけど、太田由伸爪でヒゲを抜く。ヒゲ抜いたんですよ、ずーっとこうやって、もう毎日こうやってこうやってますわ。はい、岡田奈央ちゃん行きましょう。はい。知らんけど知らんけど、岡田奈央子意外とビールと焼酎、意外とこの顔でお酒飲みませんみたいな顔しますけど、意外とビールと焼酎好きっていうね、ちょっと意外なところがあります。お口がしね。知らんけど知らんけど、おくしげあつしめちゃくちゃご飯食うの早い。ご飯食うの早いです。はい、おくしげさんおくしげさん早いですよ、もちろんゆっくり食べてくださいね。音は数にね。はい。知らんけど知らんけど、音は数のり釣りでほぼ坊主。吉本新喜劇の釣り部の部長で YouTube やってるんですけど、クルコア何匹か釣っとんですよ。こいつ全然釣れてないですからね。なんかいろいろ言うてますけど、音は全然釣れてないぞお前、釣ってから言うよお前な。おみたいな高さね。はい。知らんけど知らんけど、おみたいに高し大晦日ゴキブリと過ごす。大晦日のなんかイベントで帰り、おみたいさんが、ちょっとまたしとるから帰るわ言うはったら、宇川さんが、いや誰もおらんでしょって、誰いるんですかって言ったら、ゴキブリって言ってました。すごい寂しい気持ちになりました。おやどまり、おやどまりね。知らんけど知らんけど、ほんまはスターウォーズそんな好きやないやろ。まあ好きなんやろお前。膝か足首かなんか靭帯切って、で復帰したから、こいつスターウォーズ好き言うからね、僕が10年ぐらい前に京都であったスターウォーズ店で買った結構お気に入りの
もうパンフレットこんな分厚いやついっぱい今までのあのスターウォーズのグッズ載ってるやつね、これあげよう思ってわって袋入れて渡したんですよ。こいつ全然見上がらへんですよ。入れたまんまでずっと J-POP の話して好きちゃうやろスターウォーズ、お前中ばっかの T シャツとか着てるけどよ。おいおいどもりだ、カバのあるある知らんけど、知らんけど知らんけど、ただのデブじゃないと主張してくる。ただのデブじゃないってね、主張してきますよ。マヨネーズ好きですけど、僕はあの素材の味損なわん程度にちょっとだけかけるんですとか言って、他のデブと一緒にすなよみたいなことを言うてもいいですけど、デブやからなお前ほんま。はい、知らんけど知らんけど、気っ張らさないギター弾いてるかい。ギター弾いてる。一緒に買いに行ってさ、頑張れっつって俺ちょっとストラップとかプレゼントとかしたけどさ、もう弾いてるか、あのホールの形ハートのギターでよ。あいみょんのモノマネ用に弾くって言っても、それだけじゃなくてもうちょっと継続してね弾いてくださいよ。はい、健太くん。知らんけど知らんけど、健太くんのインスタの写真がおぞましい。チキンの丸ごとのやつを素手で掴んだやつ、こんなそのチキンをなんか炭火で焼いてんのかな、それをほぐしたやつをタッパーに入れたやつを乗せたりしてんすよ。もうちょっとインスタ映えとかいうね言葉ありますから、もうちょっと綺麗な写真載せてください、健太くんね、お願いします。続きまして、知らんけど知らんけど、小寺麻里ちゃん犬が見つかってよかったね。よかったね、犬見つかってね。なんか雨の日も逃げたらしいですわ、ワンちゃんが。でも必死でもう、うわー探しててもうおらへんってなったら、なんかパッと出てきて見つかったらしくてね、よかったね、ほんま犬ね。小西だけどね、はい。知らんけど知らんけど、花月うどんのハッピーもアレンジしてくる。ファッションリーダーぶっ取るんですよこいつ写真ね、ツイッター見ましたけどね、セカンドシアターのなんかあのハンチング着てね、中あのなんかバスケのこうちょっとダランとした T シャツ着て、あのここうまいことまくっとりましたわ。あのかけつうどんの模様のない裏の白地のとこをこうまくってところにこうなるような人してましたわ。アレンジしようんですよこいつね、ほんまに。ゆうちゃんね、はい。知らんけど知らんけど、小林優いつかすごい遺跡を見つけるかもしれない。いつかね、すっごい遺跡見つかるかもしれないですよいやあのね、楽屋になんかこう来た時にうわーとか、まあ、なんかすぐね、なんかにつまずいたりしようんですよ。で、うわーとか言ってで、なんか落としよったんですよ。で、落としたやつ何かって見たら、なんか最近自転車無断で止めてる人いますからやめてくださいって言って処分しますみたいなパネルがあの学園に貼ってあったやつ、それを落としよったんですけど、僕落とすまでその存在知らなかったんですよ。そんな存在知らないパネルを落としよるんですよ。だからいつか何かの拍子にこう、うわーって崖落ちた時にハッて落ちたら、そこにすごい遺跡あったりするタイプちゃうかなみたいな。あのラスコーの壁画とかって自分の飼ってる犬探してて、少年たちがこう洞窟入ってたまたま探しに入った洞窟でたまたまこう見つけたらしいんですよ、その石器時代の人が描いたこう壁画とか。そのタイプやと思うんですよね。ある意味すっごい引きがある子やと思います。坂田響ちゃん行きましょう。はい。知らんけど知らんけど、坂田響勘弁してくれや。柵に方向の方で坂田なんですよ。変換出てこないのよ。え、だからちょっと言うたら悪いけど、あの坂田ちゃんのためにあの辞書で坂田で登録したくん、ちょっと恥ずかしいのよ登録するのが。だから坂田ちゃんもうバンバン売れて、坂田響きってこう入れたらこうバーって出るように、おはよう売れてくれんかな、頼むわちょっと僕のためにね。坂田全然出てこないんでね。はい、桜井雅人ね。知らんけど知らんけど、服の裾が地面についている。ずっとね、服の裾がね地面ついてるんですよ、長すぎて。こういうシャツやのに地面ついてるんですよめっちゃ長い、コートより長いワイシャツ着てますからねこいつ。いや、ファッション
行き過ぎてるやろ自由で、まあ、おしゃれなのはいいことなんですけど、シャツで地面引きずるのはどうかなと思いますね。ちょっとやりすぎかなと、はい、思いますね。佐藤美ちゃんね、はい。知らんけど知らんけど、佐藤美ちゃん恥ずかしがるとこわからない。よくわかんないですよこの子。あの SDGs ソングってね、進撃ネクストのあの後のコーナーがあるんですけど、そこでね佐藤美ちゃんにちょっと宇宙人の格好、銀色の全身タイツ着て、頭に今度なんか触覚みたいなのつけてあのやってもらったんですけど、その時も全然やってくれたんですけど、その次のあの蜂の格好、あの俺も何さしてんやというわけなんですけども、横縞のこう長めの靴下履いて、こうひらひらのスカートあの履いてもらったんですけど、その時だけ異様に恥ずかしがって、みたいな感じで、やめてくださいやめてくださいっつって、でもう撮影終わったらもうすぐバーッと着替えて、お疲れ様でしたーって言ってバーッて帰って逆やろと思って、ちょっとね分からないんですよね。鮫島、知らんけど知らんけど、鮫島ゆきえ、やっぱりあだ名はサメ。やっぱあだ名サメになるんですよね。ゆきちゃんとかにはならないですよね。サメ、島のサメが強いから、通り過ぎるんかい。こんな値段もねやってるんですよ、はい、蛍ちゃんね、知らんけど知らんけど、重谷蛍、髪型変わらない。ずっとこれ、ずっとこの前髪パッツンで、この長さ変えたいっていう気がないのか、この髪型もう完成品なのかわかんないですけど、ずっとこれです。あ、篠田さんね、はい、知らんけど知らんけど、シナノタケオ、またの名をシナノ三世。シナノ三世って言うんですよ。なんでかというと、僕がポケット Wi-Fi 使ってた時に、これを使うための電波を共有するためのパスワードを裏の電池のところに書いとったんですけど、僕寝てる時にね、パッと目覚めたらね、そのパスワードをね、入れようとしてたんですよ、自分の携帯に。Wi-Fi 泥棒ですよ。だ、僕はシナノ三世って呼んでますはい、シナノ三世ありって言ってますよね。え、たまですよね、はい。知らんけど知らんけど、立ち食いうどんで素うどん大盛り食べていた。素うどん大盛り食べてました、立ち食いうどんで。具はもういらないらしいです。汁と麺だけでいいらしいですね。生粋の大阪人というか、うどん食いですよね清水健さんね、はい。知らんけど知らんけど、清水健治タワーマンション移り住む。わーっと、もう常にタワーマンションをこうはしごしていいとこに住みます。はい、はい、清水博之、はい。知らんけど知らんけど、清水博之カロリー計算めっちゃ早い。めっちゃ早い。これ何キロカロリーですか、パーッと見せたら、あ、これ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 からこれで、うん、今日これ食べたから、うん、大丈夫っつって。太ってますけど、ダイエットの理屈はめっちゃ知ってるんですよ。痩せようと痩せれる人なんですよね。ただ食べてまうっていうだけで、ハリウッド向きっていうかね、すっごい原理的だ。だからすぐカリカリになれると思います、こう見えて。はい、続きまして、ジャブリーフ。知らんけど知らんけど、ジャボリージェフ入団当時アウディに乗ってた。入団した時アウディ乗ってましたからね。一回なんかで送ってもらって乗ってましたけど、アウディで中でもう結構イルミネーションでドゥンパッドゥンパッドゥンパッってなってました。はい、好きだよ、あきのり。知らんけど知らんけど、私服でそのままオープニングに出られます。もう私服がもう新喜劇のオープニングの服みたいな服いつも着たんですよ。だもうそのまま、はい、あ、はい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 、来てっつって、もうそのまま家からドアトゥードアで新喜劇出ます。はい、着替えなくても大丈夫です。あ、住吉ね、住吉山と。知らんけど知らんけど、住吉山とめちゃくちゃウエスト細い。ウエストめっちゃ細いんですよ。あの楽屋にあるあの一番ちっちゃいメダカ師匠用のベルト、ベルトでもまだ余ってましたからね。ヒューヒューヒュー言うて、どこまで行くねん言うて、ク
ふぅーなってましたよ、ふぅーって。あと動乱知らんと喉まで塗ってて、あの絵にめっちゃ汚れてて怒られてました。そう、まえちゃんね。はい。知らんけど知らんけど、初めて生のオーマイガー聞きました。オーマイガーって映画でしか聞いたことないじゃないですか。ほんまに言うんかって。人間はどんな人種でもあかん時って言うと思ってたんですけど、2人で中国の上海に新劇やりに行くから、それのプレゼンで2人で行ったんですよ。その時に僕たちの荷物乗せたタクシーがこう荷物出す前にブーンって言っちゃったんですよ。その時に Oh my God って言ってました。ほんまに言うんやと思って。あの帰国子女なんですよね。はい、カナダに住んでて、あの新喜劇入るために日本に来たんです。大副賞 KK さんあるある。はい。知らんけど知らんけど、話のオチを先に言って怒られてた。この間千葉さんに怒られてましたね。芸歴17年か18年あるんですけど、18年目で話のオチ先に言って怒られてやります？これはないでしょ。おもろいおもんないとか回るとかね、それはあると思うんですけど、でも話のオチ先言うって17年目で怒られます？でもめっちゃあの僕のことを褒めてくれるというか、おもろかったってめっちゃあの先輩ですけど言ってくれるんで、僕は好きです。はい。高井俊彦さん。知らんけど知らんけど、高井俊彦白を基調としたやんちゃなファッション。白を基調したやんちゃなファッションしてあります。普段はね、真っ白の短パンにキャップ、ちょっと斜め掛けのゴツめの銀のメガネとかね似合ってるんですよ。白を基調としてやんちゃなファッション、はい。てか色結構ねあの黒いんで対比がいいと思いますね。分かってらっしゃる。はいね。はい、続きまして、はい、高瀬優。知らんけど知らんけど、高関優、今別府さんに肩壊されかけてた。はい、今別府ジャパン草野球チームね、今ちょっと休止中なんですけど、で高関が野球経験者でこいつしかピッチャーいてないんですよ。全然チーム勝てなくて、やっと勝てるっていう試合あったんですけども、高関がめっちゃちょっとしんどいっつって、勝ってくださいっつって誰か言ってんですけども、勝てそうやから今別府さんが全然変えなかった。肩壊されかけてました。今ちょっと問題になってるやつですから、はい。やっぱ100球超えたらダメですよ、やっぱりね。今井さんね、100球超えたら高橋康子さんですね。はい。知らんけど知らんけど、高橋康子実家関ヶ原。関ヶ原ですよ。あの天下分け目の大戦があったあの関ヶ原出身なんですよ。すごいでしょ。ほう、なんもないよって言ってましたけどね。なんもないって言ってましたけど ね結構ドライな感じです。はい、たきみさんね。あ、知らんけど知らんけど、たきみのぶき天下一品の最後ご飯を入れる。最後ね、天下一品食べた後残った汁の中にご飯入れるんですよ。それぐちゃぐちゃにすって食べるのがめっちゃ好きなんですって。寿司さんにそれ気持ち悪いからやめって言われて悲しい顔したんです。だから僕を連れてった時はもうほんまめっちゃ嬉しそうに、寿司さんと行ってる時できへんからなって言って食べてました。はい、タックル永井さん。知らんけど知らんけど、こないだ佐賀県で泣いていた。舞台でちょっとね、セリフちょっと間違ってしまって3回ぐらい間違ったかな。それであの舞台で泣いてはりました。あんま言うたらあかんですけどね。お父ちゃん泣いてたよ、タックルさんの子供さん。あんまりこれ言うたらあかんですけどね、はい。舞台で泣いてたんは、僕今まで見たんはタックルさんと親泊まりです。親泊まりは親戚が見に来てたのに滑りすぎて泣いてました。情けなくなって。でもそれぐらい本気やっていうことやから、僕はええと思う。滑っても何とも思ってない僕に比べたら情熱はすごいあると思うから尊敬してます。辰巳さん。知らんけど知らんけど、辰巳智幸に自家製梅酒で殺されかけた。私京都住んでて、大阪でね、あのよう泊まらしてもったんですよ、辰巳さんのとこにね。自家製梅酒作ったから飲むっつって、で、ありがとうございますっつって、で、ちょっとつけたばっかりやから、で、シロップいっぱい入れるわってバーって入れて、で、いただきますっつって、で、キューって飲んで、あ、美味しいですねって言った瞬間、グーンってなって、目覚めたら、腐ってたんですよ。
で後から聞いたらアルコールと70とか80度ぐらいごめんっつってこれきついの言う忘れたっつって言うといてやもんってほんまやばかったよ。いやほんまはこれねノンストップでこう弾きながらこうの飲んでちょっとずっと弾いてるっていうちょっとかっこいい手組みしようと思ったけど無理やねこれ。しみずすぎなこれ。おギャラになりませんかこれ。でこんなこと言ったんやろ。いや谷川ゆりさんあるは知らんけど知らんけど谷川ゆりさん怖いくらい褒めてくる。めっちゃ褒めてくるんですよ。すごいですねデスディズソングもうすごい私あれあのコーナー一番楽しみだよっつってほんまなんか売りつけられるのかなって言ってますよ。ちょっとうさんくさいじゃないですか口調とかおしゃべりとかなんか MC とかうまいしちょっと警戒してます。はい玉木ひろゆきあるわね。知らんけど知らんけど玉木ひろゆき道具屋筋に消えてゆく。極み新喜劇終わったら NGK の向かい側のとこが楽屋なんですけどそこに戻るはずやのにお疲れ様でしたーっつって極み新喜劇終わったら道具屋筋の方に消えていくんですよ。何しててやるんだこいつと思って今度ねつけたろうと思います。どこ行くのかこいつも出場が知れないです。田畑の正人ね。知らんけど知らんけど持ち物全部ジップロックに小分けする。持ち物全部ジップロックに入れとんですよ。脱ぎ終わったシャツ化粧動画もとかも全部ジップロック入れてなんか変な演技が素性は知れないですこいつは。あ、千葉さんね。千葉さんもね励ましてくれるんですよ。松浦慎也面白いよっつってお兄ちゃんが入ってきたみたいな感じで僕はすごい頼もしく思ってます。そんな、千葉さんのあるある。知らんけど知らんけど千葉公平お箸をテーブルに直に置く。やってもらえませんか。西成ハウスっていうねとこ住んでるせいかちょっと衛生関連がちょっとねおかしくなってます。決して綺麗ではない立ち食いうどん屋で箸直に置いてました。あとですねおにぎりもうどんに入ってるお盆に直接置きはるんです。こういうお皿にあって佐藤美優ちゃんが前に寄って「あっ美優ちゃん1個食べる?」っつってその皿ごと渡して自分はそのおにぎりをお盆の上に直接置くんです。あんまり気にしないからっつってちょっと怖いですね。大工さんでは行きましょうか。知らんけど知らんけど住んでるマンションの湿気に悩んでる。悩んでるらしいです。日当たりが悪くて湿気がちょっとね多いって悩んでるらしいですね。知らんけどちょっと聞きました。湿気専門家の方ジャイコさんにご一報ください。素焼き。知らんけど知らんけど筒井あゆき笑顔が嘘くさい。嘘くさいんですよこいつが。おはようございます。嘘やろお前って。いやこれほんま不採用の時の面接官が最後に見せる笑顔なんですよ。ありがとうございました。また機会にお願いしますってちょっとおさむさいですね。永田亮介はねほぼ喋ったことないですね。だからちょっとタレコミ情報でいきますね。知らんけど知らんけど永田亮介怒られたらビンビン来るらしい。ド M らしいです。音羽和則に怒られてお前どう思ってんねんって言ったらビンビンしちゃってますって言ったらしいです。怒ってもしゃあないんですよ。逆に気持ちよくなっちゃうタイプなんでド M です。ニーナさんね。はい。知らんけど知らんけど萌えはのツッコミめっちゃうまい。しつこく言って萌えはっていうツッコミあるじゃないですか。こうわーって言ってなんとか言ってなんとかねなんとかねなんとかねなんか相手でも萌えはっていうツッコミですけどこの萌えは陣内さんとニーナさん一番うまいんですよ。そうしつこく言ってそれを止めるための萌えはのツッコミは陣内さんとニーナさん一番うまいです。でもニーナさんこれ聞いても萌えは気合い入れなくていいですよ。今までの萌えはで十分ですから日本一ですから。はい、はじめにさんあるある。知らんけど知らんけど本を読むかうろうろするかのどっちかです。楽屋で本読んでるか舞台袖でうろうろしてるかどっちかそれしか見たことない。服部秀子ね。知らんけど知らんけど献血
しすぎて赤十字から杯もらってた。今年ね、100知ってるだけで109回献血したんですよ。全献血と成分献血があるんですけども、それで今年成分献血で109回って、見たことない、なんか杯みたいなことました。そんなもらえんねや思て、赤十字と杯交わしてました。平山雅夫さんね。はい。知らんけど知らんけど、平山雅夫なんでも演歌にしてまう。一回カラオケ行ったんですけど、ずーっと演歌メドレーで、でめっちゃ演歌好きやねんなったら、ほんなら何曲目かにブルーハーツのリンダリンダ行ったんですよ。あ、リンダリンダ歌うんすね兄さん言って、あーちやねん、ブルーハーツの結構好きやねんつって、ドブネーズミーって言って、歌い方変やないかい。え、カバーやないかそれって。はい、ボンさん。知らんけど知らんけど、ボンザワールド喫煙所から出てこない。ずーっと喫煙所おんねん、ネタ合わせしたいのに。ほんま頼むで、出てきて前田牧ちゃんね。知らんけど知らんけど、前田牧めちゃくちゃ動きキモい。なんかよくないけど、なんかこんな動きをします。バット振るのもなんか肘からいって。知らんけど、前田牧ちゃん。知らんけど、新喜劇始まる前の読み上げやっている。初めの「ただいまより八幡新喜劇キャンプ場は大わらわ」をお届けします。すごいうまいです。はい、あ、松永恵子。はい。知らんけど知らんけど、松浦恵子俺が考えた芸名使わない。松浦もうややこしいから、芸名考えたるわ言うて、 ABCDEFGHIJKEIKO っていう芸名俺考えたんですよ。それでいけっつって、 HIJKEIKO です、恵子って言うたるからっつって、使いよらへん。松本慎一郎さん。はい。知らんけど知らんけど、松本慎一郎めちゃくちゃまつげが多い。まつげめっちゃ多いっす。まつげめっちゃ多い。近くに見たら時計仕掛けのオレンジの主役みたいな感じもすっごい多いの。松本、こいつもね松本なんですけどね。知らんけど知らんけど、松本正忠まつげにしてほしい。こいつもね芸名もややこしいんでね、松本の元がね元気の源なんですよ。そのタイプの松本俺知らんから、罰ゲームにしたらええんちゃう。俺も ABCDFGHIJC なんするから、ちょっとゲーム変えよう2人でね。安江姉さん。安江姉さん緊張するな、下手なこと言うたらちょっと怒られるからね。知らんけど知らんけど、1年に1回ですを出すという。1年に1回絶対ね舞台でね、そうですんとかそう出すっていうちょっと可愛いんですよ。あとはいのとこへーっていう時も超ベテランさんですけど可愛いですよねやっぱね。知らんけど、もちろん知らん、知らんけど、遅刻王は俺じゃなくてこいつです。声を大にして言いたいですよね、ほんまに。僕ちょっとまあ入ってから前半多かったんで遅刻常習犯って思われがちですけど、ほんまの遅刻常習犯こいつやからな。めっちゃ遅刻してるから。これツアーの時に森田さんが連絡つかへん言うから、僕が家の車で森田さんの家行ったんですよ。会社に聞いてね、行ってビンボンビンボンビンボンって言ったら、はいって言って寝ぼけ声で、はいはいって、森田さんっつって、何寝てるんですかって言ったら、え、もじゃ何ですか、もじゃ、え、もじゃ吉田さんですよね、違いますつって、すいませんって、会社に引っ越したの言うてなかったんですよ。で、言うて、僕も結構時間ギリギリで家出てもじゃさん家回ってるから、僕も空港着くん結構時間やばいって、遠回りしてるからその分で、うわーっつって、もじゃさん家ちごだねーっつって平岡ちゃんに言うたら、あーっつって、ほんな連絡しますっつって、で、それね、で、行ってる途中にもじゃさんに連絡ついて、で、もじゃさんタクシーでバーって空港に着いたのよ。俺より先に着いたから俺が遅刻してみたいな
いやいやいや、ちょっと待って待って待ってって、すっごい頑張ったのに僕が一番最後についてなんかすいませんみたいなの言っちゃって、いやすいませんやねんがなみたいな。遅刻王です。もうじゃあ遅刻にしてください、もう名前。はい、森川さんね、森川理恵さん。知らんけど知らんけど、走り出す時おかっぴきみたいな動きする。はい、あの走り出す時になんかね、あのこうやってから行くんですよ絶対。いろいろちょっと癖のある人なんで、あるあるいっぱいあると思うんですけど、僕はそこをピックアップしました。はい、盛り付け。知らんけど知らんけど、盛り付けメガネを褒めるとめっちゃ喜ぶ。メガネね、黒縁メガネなんですけど、ちょっと形にこだわってるらしくて、え、メガネ結構なんかその形変わってんなって言ったらめっちゃ喜んでます。はい、森田真理子あるある。知らんけど知らんけど、待っといてと言ってもすぐにどっか行く。すぐどっか行きますよ。待っといて言ってんのに1分ぐらいトイレ行って戻ってきたらもういないんですよ。どっか行ったんですよ。待っとき言ってんのに。知らんけど、あ、あの3つあるんですよ。知らんけど知らんけど、乗ってる自転車全然進まない。全然進まんすよ。ボロボロの自転車乗ってて、もう買い替えっつって、で買い替えよったんですけど、その自転車がもう全然進まなくて、で一緒に帰ってるじゃないですか。で僕こいでないんですよ。こいで流してるだけなのにどんどん離れていくんですよ。うわー離れて後ろ見たらこいどんすよ。こいでないチャリに負けてるチャリってどんだけ進まへんねんって。ちゃんとしたチャリ買ってくださいね。知らんけど知らんけど、心の声をすぐに出す。すぐに出したんですよ。タクシー乗った時に、あ、もう携帯電池 23% しかないとかね、言うんですよ。どうしたらええねんっつって、それ聞いて。だからもうほんまに彼女には業務的な話と面白い話以外はしないでくださいって一応言ってます。はい、独り言はもうやめてほしい。で、諸見里さんね。知らんけど知らんけど、諸見里大輔100円玉で耳の穴塞ぐ。耳の穴にいつも100円玉入れてるんですよ。なんでないのと思って。ボーンでしょか歌。ちょっとこのメロディーやってきたな。なあ、ちょっとロックンロールでいこうか。すごいぜ安尾しのすけ、すごいぜ、履いてる靴がめちゃくちゃ重たい。よっしゃ。はい、靴脱がったやつをちょっと移動さそう思って折ったんですけど、おっうーんってめっちゃ重たいんです。革の靴、足鍛えてんのかな。山田花子すごいぜ山田花子すごいぜ、直接話したこと一回もない。はい、直接話したこと一回もないですね。恥ずかしがりというか人見知りなとこあると思うんですけど、まだお寺を返してしかしたことないです。あの花子さんこれってありますみたいな感じで、まだ直接ちゃんと喋ったことないっていうね、なんかちょっと不思議な関係でございますね。はい、はい、山田知らんけどね。知らんけど、あ、今日も戻ります。知らんけど山田亮をどうやっても怒られる。どうやっても怒られるんですよ。辻元さんと平山さんと3人ヤクザで、やってはって、な、辰巳200万金を貸してる、辰巳200万って、あの臨床トーク、臨床しながら脅すみたいなやつやって、でそれ終わってからはけてきて、あ、遅いねん、音程やってへんねんとか、はけるたんびに怒られてはったんですよ。で完璧な時があったんですよ。やった完璧やーと思って帰ってきやったら、まだなんか怒られてはんすよ。え、何怒られてんねん思ったら、お前口臭いねんって怒られてて、何やっても怒られてんねん思って。山本奈美さん、はい。知らんけど知らんけど、山本直美、広瀬香美めっちゃうまい。広瀬香美めっちゃうまいです。ゲレンデが溶けるほど
恋したい、めっちゃうまいですよ。チーママしてはったスナックでよく歌ったんですけども、絶好調ね、あれほんまうまかった。だからあの、僕目つぶってましたね、声だけ聞きたくて、聞き入ってるふりして目つぶってましたね。ゆきりなさん、知らんけど、知らんけど、ゆきりなさんプライベートはキャップかぶってる。キャップかぶってますからね、これ。この感じでキャップかぶって、これであのトイプードル散歩させたの完璧です。知らんけど、知らんけど、湯沢かりん色気がありすぎる。色気ありすぎでしょ、これ。お笑いにしてはね、色気ちょっとね、ありすぎるんで、この美人ボクロは除去してほしいですね。これ除去して、ちょっと色気ダウンしてほしいです。はい、はい、横っちピーマン。I don't care と、知らんけど、横っちピーマン全然いじられなかった。総選挙でね、ピーマンの被り物して、あの岩手から戻ってきてたんですけど、一切いじられてなかったですね。ちょっとかわいそうでした。本人どう思ってるんでしょうか。はい、知らんけど、吉岡智美。知らんけど、吉岡智美、めちゃくちゃ関節柔らかい。また割りできますから、この感じで。ペターンって。意外でしょ。ダンスもね、うまいんですよ。もちろんずーっと見てたら断霊に見えてくる。ずっと見てたら断霊に見えてくる。知らんけど、これにします。すいません、さっきの話でこれにします。吉田裕さん、知らんけど、知らんけど、吉部のたくあんだけ食べられる。あの漬物大嫌いなんですけど、吉部ってあのカツ丼屋さんのたくあんだけ好きっていう、人間の複雑さを物語ってますよね。一筋縄ではいかないっていうね。若い緑師匠、はい。知らんけど、知らんけど、若い緑にギターのヘッドぶつけて怒られた。ここコーンいってもってね、ジローって睨まれました。すいませんでした緑師匠。これ痛いのよ、ここ。なんかちょっと見た目ね、可愛くてあのチョコレートみたいな感じしますけど、これはね本当に痛いんですよ、これ。残り2人、はい、あ、来ました GM。 はい、花園寛平師匠、行きましょうか。よいよいか、みんな、もうさすがに歌覚えたやろ。一緒に歌ってよ。知らんけど、せい、はい、知らんけど、せい、いいよ。知らんけど、せい、けど、NGK 支配人の奥谷さん、めっちゃごっつい。はい、ね、ちょっと番外編入れました。はい、めちゃめちゃでかいです。はい、知らんけど、知らんけど、 NGK 支配人の奥谷さん、ヘビイチゴの島川さんと昔住んでた。昔ね、島川さんとね住んでたらしいですよ、奥谷さん。入社1年目、あと太蔵さんと一緒に雑魚寝してたらしいですよ。そんなちょっと破天荒な時期もあったみたいです。まああの番外編でね、 NGK の支配人奥谷さんのあるあるも言ってみましたけどね。はい、じゃあ行きますか。花間寛平 GM あるある、はい。知らんけど、知らんけど、狭間寛平食レポだけめっちゃ真面目。すっごい破天荒なことしはんねんけど、食レポだけすっごいまともなこと言わはります。はい、ちゃんとした食レポ。この間あのなんかのロケにご一緒させていただいたんですけど、食レポ対決って2人でやったんですけど、ものすごい、この具材と麺が全部絡んで、もう口の中でお祭り気分ですわーって、すごいちゃんとしためっちゃええコメントしてはって、あ、ちゃんとできはる人ねと思いました。さすがでございます。そして最後、1位ですから、最後にね、アキさんのあるある言いたいなっていう、そういうことですよね。最後ね、松浦あるあるで終われてたらね、一番良かったんですけどね、1位になって最後、俺あるあるかよかよみたいな感じで、僕のあるあるを中部剛に歌ってもらうっていうのが夢やったんですけど、スイ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 、松浦深夜は最近ハゲてきてる。 See
そんな感じでやってほしかったんですけど、はい、ちょっと願い叶わず、まあでも1位のアキさんのあるあるね、やってもらいます。吉本新喜劇総選挙で1位、そんなアキさんのあるある言うよ。知らんけど知らんけど、黒髪だった時は3週間。黒髪ですけど見たことないですよ、この写真以外でアキさんの黒髪見たことないんで、多分これ黒髪やった時期3週間ぐらいしかないんじゃないですか。これほぼほぼ金髪しか見たことないんで、多分この黒髪3週間やってます。終われんのかこれで。怒られるわアキさんに。ちょっと考えるわ、ちょっとアキさんのあるあるちょっと考えさせて。これで終われないでしょほんまにね。え、知らんけど知らんけど、アキさんの実家アスカ村。これでいいか。これでいいか。ねえ、これでいい。アスカ村です。古墳とかいっぱいある。連れてもらったことありますけども、夜真っ暗でした。ねえ。まあそこで聖徳太子とかが仕事してたんですから。その出身、秋さん。以上、吉本新喜劇108人全員あるあるでした。どうでした。